はい、皆さんおはようございます。2018年6月の25日、1時11分です。よろしくお願いします。こんばんは。はい、ワード2マキル。はい、ワード2。どうもよろしく。コメントビューはつけてない。もんちゃん1億円ゲットしたね。リアル怪獣グランプリで。知ってる？みんなすごくね？もんちゃん1億円手に入れたね。あれ本当にもらえんのかな？すげえよな。なんか配信者成功する人が増えてきてるね。だんだん。ダウン完熟どうなんだろうね。来るんじゃないの？キャンセルとか特にないけど。なんかあった？はいはい、ゆういらっしゃい。すげえよな、億万長者だよ。ああ、こんばんは。お疲れお疲れ。昨日お疲れ様でした。どうもお疲れっすー。コメントビューはそうなんだ。もんちゃん優しいね。何寄付するって言ってんの？すげえ。いいことじゃん。素晴らしいじゃん。すごいよね。賞金の使い道を番組が張り付く。あ、いいんじゃない？全然それはいい企画だと思うよ。じゃあもんちゃんしばらくあれか、いいじゃん。なんかこうサクセスしていくのか。体調はね、首がやっぱおかしいね。予想通りだった。まあ顎はそんな打たれてないから、ガードしてたから。もう頭だね。ストレートでドーンって、ストレートとフックっていうか、まあこう入って交通事故みたいな、こうグーって、まあ、昨日話した通りだね。シップ、そうだね。まあとりあえずほっとくしかないかな。そんなにひどい怪我じゃないよ今回は。裸体ギリギリでダンスとか踊かれたりしたら、まあまあ面白いじゃん。面白いことだったら俺何でも OK って感じだから、今回は。なんかその配信者の面白さをなんかこう芸能人に通用するのかっていうコンセプトだから、俺は全然なんかあからさまになんかチンコ出すとか番組妨害する感じじゃなかったら俺は結構ありだと思うけど、なんか面白いじゃんこいつみたいな。なんかいいじゃんそういうのって。金前さんとかにも出てもらいたかったけどね。明日も明日で結構集まるからな。もんちゃんは全然そういうことしないからね。ある程度キャリアの長い人はそういうことやんないよ。ありがとうカマさん、花火ありがとう。対戦相手には負けてもリングに上がれたのは精神的な大勝利だと思うよ。それが前提だから、うん、まあ全力でやったね。全力でぶつかって全力で戦ったけど強かったね相手の方が。もう全部出し切ったよ。もちろんさ細かいこと言ったらもっと頭振るとかもっと綺麗に腰の回転がとかいろんなもう腐るほど課題はあるんだけど、精神的にはもう全部ぶつかれたから、前回みたいにそのなんつうのなんかできなかったとかもっとこうすればとかじゃないの。なんかこうスカッと負けた。乾杯だよ乾杯。スカッと負けましたね。グーの音も出ないぐらい2回ぶっ倒されたからね。まあスタンディングダウンはねもうちょいこう早く返せばよかったななんてあったけど、うん、スカッとやりたかったね。大勝利か。でもなんかあれだよ、もう応援してくれてたねファンの皆さんに本当に感謝してるよ。今回は会場で声かけていただいてすげえ嬉しかった。みんなに意外とプロマイドも売れたし、サプリイケメンだったなあ。ていうか俺指輪1個なくしたんだよな会場に行く前。どこ行ったんだろう。まあいっか。小指の指輪なくしちゃったよ。プロマイドねあるよここにある。何枚売れたんだろう。30円で焼いたプロマイドをこう500円で売るっていう。あるある。あ、いっぱいあるよ。あるある、うん、こういうの。あとこれサプリが買ってくる。これが売れたね。これ結構売れた、うん、はいワード2たくみさん昨日お疲れ。来てくれてありがとうね。手頃で酔いつぶれた金梅さん送り届ける配信最高に面白かった。なんかね異色だったよね。金梅ワールド和道ワールドが、あこれも売れてるね。やっぱこれ人気らしいね。これ結構売れてる。欲しい人は郵送でご希望ください。これ意外と売れなかったな。これ気に入ってんだけどな。プロマイドってなかなか見ないよね。竹下通りとかすげえ多かったけどね。まあでもなんか記念になるからいいじゃん。こう逆に今ない文化、昭和の文化のものをさ、部屋に飾っておくとか。金平さん覚えてないだろうね。だってその前の日も記憶ないぐらい飲んでたから。ありがとう、花火ありがとう、特命さんありがとうございます。ただいま帰ってきたよ。お疲れ。でもね、見てる人たちのなんかこう感想がみんな一緒で、悔しいだったのが意外だった。俺とリンクしてるっていう。悔しいってみんな言うの。前回は残念だったねとか頑張ったよとかだったんだけど、今回は悔しいっていうね、全員言うの。悔しいって。リスナーさんと同じ感情をこうキープっていうか、なんつうの、共有っていうか、なんつう、ちょっと映ってるから気をつけてね。どうも上々ちゃん、いらっしゃい。金前さんでっかい子供だよな、あれは。本当にでっかい子供。ステゴロの終了直後に金梅劇場、いやだから持ってるんでしょう。だってふわっちで3500の閲覧とかえぐくない？俺初めてだよ3500って。すげえなと思ったもん。しかも3500の閲覧があってフォロワーがゼロだったからね。便所さんが出続けてほしいって言ってた。いや、嬉しいよ。パフェありがとう、上々ちゃん。判定はないから引き分け。いやいやいや、ダメダメ。ダウン2回取られてるから。あれは綺麗に負けたよ。綺麗に負けた。もう全然、負けたよ。金梅さん今飲んでんでしょ？キャスバーで。飲んでる飲んでる。ヒカルくんの枠にいるよ。来年の6月、まあ1年後だろうね。っていうか6月の時期やめてほしくて、もっと夏休みとかにやればいいのに。金梅はファーストリングできん。まあできんだろうね。リングの上でおしっこしようしたからね。当たり前でしょ。っていうかね、俺多分伏線があって、便所さんからずっと聞いてたんだけど、多分新宿フェイスに行くと思うよ。次は。次はフェイスでやると思う。1000人規模。要は3倍の規模でやると思うよ。前々からフェイスが目標だったの。1000人埋めるっていうことが。だから、ファーストリングでやるならできんっていう言い方をしてたでしょ。だからフェイス目指してると思う。新宿の歌舞伎町のところにあるところ。あそこでやるべきだよ。金前さん大変だったよね。真島さん、アイテムありがとう。お疲れっす。笑うよね。面白かったよね。コメント欄がすげえ早くて、コメント追い切れねえ。あそこまで行くと。早い展開が。すごかったね。チーム出ないで、のりゆきさんとか弁当さんに誘われたらあれだけど、出たい人っていう感じだとなんか売名根性みたいで嫌じゃん。いや別になんか普通にオファー来たら考えるよ。いい、弾丸塾とか忙しいし、しばらくだから一回落ち着きたいんだよ俺も。すげえ疲れたから今年。まだ弾丸塾もあるし。あと今後自分がねどうやって生きていくのかとかもゆっくり考えたいなと思ってたから、まあみんなで一緒に考えようよ。あ、鮫島さんにお礼の電話しないと。鮫島さんに電話するわ。ちょ、今起きたばっかりだから電話させて、鮫島さんに。捨て頃の鮫島さん、よいしょ。出ないかな。出ないか。寝てるかな。昨日捨て頃すごかった。捨て頃面白かったね。ポチさんお疲れ、こんばんは。いや焦るでしょう。2時間待たせたんだよ自分のリスナーさんオフ会。ああ、判定は無意味ってことね、なるほど。いやーでも取りたかったな、取り返したかったな、ダウンな。1ラウンド序盤しょっぱな食らったかんね。あれはしかも大振りのさ、いい一発もらっちゃったから。要は俺も攻めてたじゃん。その打ち終わりでカウンターで入っちゃったんだよね。そうそうそう、シルさん、モンちゃんっていう子だよ。モンちゃん、はい、こんばんは。楽しかったよ。唇ズタズタだよ後ろいやーでも気持ちいいぐらい気持ちいい試合だったね。楽しかった。すげえ楽しかったね。お疲れ、アイテムありがとう。みっかさん、お疲れっす。もうこれからね、明日弾丸塾だからいろいろ、あれだよ。いろいろしないと。準備。頑張ります。いよいよだね。いよいよもうちょっとね期間空けようとかいろいろあったんだけど、弾丸さんのスケジュールとかがいろいろあるからそういうわけにいかないんだよね。まあでもなんか配信会がねこう大型の企画が増えてきていいよね。香川万博とか富士そばがきっかけなんだろうけど、だんだんそのほんとテレビのクオリティに近づいてきたっていうか、昨日のさ捨て頃なんかカメラすごい数があって面白かったでしょ。2カメどころじゃないもんね。4カメ5カメぐらいあったもんね。しかもなんかスイッチャーの人もプロだったからすごい面白くなかった。カメラがさ視点が切り替わってすげえ見やすかったもん自分的には。ねえめちゃめちゃ面白かったよね。ちょっとね閲覧は伸びなかったけど見やすかったなっていう印象。テレビと変わらん感じだったよね。ちょっとまあ生放送だからカメラがずれちゃったりとかあったけど、あれ素晴らしかったよね。普通に面白かったわ。画質も綺麗だったし、サーバーも落ちなかったでしょ結局。動画で振り返ってびっくりしたんだよね。あのね、あれなんだよ。最後までやらせちゃうと危ないのよ。例えばさ、上達さん、昔のボクシングってグローブってすっごい小さかったの。で、18ラウンドやらせてたの。要はもう絶対蹴りがつくっていうことで。でも死人が出てたんだよ、上達さん。だから今のルールにどんどん変わっていったの。グローブが大きくなっていって、判定もありになって、12ラウンドまでしかやらせません。選手が死んじゃうんだよ。殴り合いだから。それとも情弱ちゃんは僕のこと殺したいのかな。死ぬまでやれやワド、豪快に負けたよね。サーバーが落ちなかったのすごく良かったね。画質と、いや、スタッフさんだって20人ぐらいいたよ。カメラ系だけで、音響とかカメラだけで。裏方スタッフさん20人もいないか、15人ぐらいかな。すげえ豪華だった。プロの人が集まってて、いやー首ってでもさ、ルール的には2分2ラウンドちょうどいいって感じしなかった？やっぱり下りが1試合もなかったでしょ、全開でいけるから。やっぱ2分2ラウンドは正解だったよね。そう思わない？まあ、あっという間に終わったけど、試合数増やして2分2ラウンドのルールは俺は大正解だと思う。ただインターバルは30秒は短いよ、やっぱ。どう感じた？見てる方は。あれ2分2ラウンドは正解だよね、素人だったら。それ以上無理だよ。3分3ラウンド1の時やったけどグダグダだもんね。KO 率高かったよね、やっぱね。だからあれくらいがちょうどいい、素人の殴り合いだったら。去年が3分だとしたら2分が良かったと思う。だよね、だよね。やっぱ同意見だよね、そこは。俺も同じ意見だったわ。はい、お疲れっす。残念だったよ。残念っつうか、まあ、後悔はないね。もう。お疲れ、お疲れ。応援してくれたリスナーさん、本当にありがとう。みんな感謝ね。ありがとう。判定になるともう1ラウンドやらせてあげたいと思っちゃうの、確かにあるかもだけど、後出しだけどね。あのね、でも、まあまあ、プロのね、レフェリーが決めてるから間違いないよ。ダウン2回取られてるし。ありがとう。ツイキャスでずっと応援してくれてた。いや、のりゆきさんに昨日言われたよ。和道が出ると詐欺師ってコメント多いなっつって、すごかったよって書いてあった、言われた。和道が映るだけで詐欺師詐欺師って3文字映るんだよっつって、ありがとね、上弱ちゃん、嬉しいよ。上弱ちゃんがずっと俺のこと考えてくれてるのは伝わってるからね。ありがとう。いやー、楽しい思い出になったな。ネギさんいらっしゃい。和道さんの物販の方が神対応でした。よいこさんですね。男の細い人でしょ。よいこさんです。もう、ずっと応援してくれてるリスナーさん。1の頃からだから。ちょうど付き合いは1年半ぐらいかな。1年ぐらいかな。そう。よいこさん、すごくいい人なの。優しいお兄さんって感じで。体重がね49キロってガリガリなんだけどもっと飯食った方がいいって言ったんだけどね、昨日。はい、こんばんは、小籔さん、お疲れ様です。どうもどうも。あ、のりゆきさんの枠見てたんだ。すごい米流れてましたけど、和道さんのリスナーで和道頑張れってコメントも見れました。嬉しいよね。なんか、ああ、応援してくれてる人こんなにいるんだってなるよね。こうちゃんいらっしゃい。お疲れ様です。こうちゃん久しぶりじゃない？コメント打つの。ありがとう。お疲れ様です。なんかすごくね、楽しかったってコメントが多くて嬉しいです。ありがとう。今後ともよろしくお願いします。今年はコメントの治安も比較的良かった。あ、そうなんだ。コメントも落ち着いてたんだ。はいはいはい。まあやっぱね、殴り合いはね面白いよね。俺ね、当日知ったんだけど、 MMA っつってもパウンドなしなんだね。グラウンドに入ったら寝技オンリーだったから、こういうバン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 とかなかったから、まあ、怪我しないように。パウンド危ないからね、あそこまで行くと限界になっちゃうから。だから初心者ルールだったけど、まあまあ MMA はどうだったんだろう。試合見てない、生でしか見てないけど、見やすかったのカメラは。全体的に寝技、リナネコの寝技とかカメラの数増えてるから多分大丈夫だと思うけどね。カメラ見やすかったんだ。あ、それいいね。寝技わかんないもんね。袖車とかさ、なんとか返しとか言われてもわかんないもんね。入場はね、鮫島さんが番だから、 A 番だから多分配慮なんだよ。真っ暗からっていうまあ俺らはそんなあれだったけど、うん、いろいろ都合があるの。 LINE2 は大丈夫だよ、かけておいで。うん、俺は放送中、家での放送の時は LINE2 は OK だから、いつでもかけてきて、リスナーさんも配信者さんももちろんもちろん大歓迎ですよ。あ、明日のこれよろしくお願いします。皆さん、もしよかったらリツイートしてください。こちらの URL リツイートお願いします。もしもーし。あ、もしもし。あ、こんにちは。こんばんはかな。こうちゃん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いっすいっす。捨て頃本当お疲れ様でした。ありがとうございます。はい。あと、はい。まあ、僕仮想ながらちょっと今放送しながら今和道さんと喋って、まあ記録的に残しておきたいなと思ってるんです。それ大丈夫でしょうか。大丈夫です大丈夫です。生の詩なんで肖像権ほとんどないんで僕には。あ、なるほど。はい。まず僕は和道さんの前回の捨て頃1からこうなんだろう、どれとこうスパーリングして酸欠で倒れるとこから僕実は見てて。あ、そうなんですね。はいはい。でもうこうなんだろう、こうその時から応援をしてて実は。ああ、そうなんだ。めちゃめちゃ嬉しいです。あざす。ただ僕、あんまお金がないんで、まあちょっと花火とかも本当たまにしか投げれないんですが。全然お金がある時とか宝くじ当たった時とかボーナス入った時とかでは全然大丈夫です。で、やっぱ昨日見たんですけど、こうなんだろう、こう和道さん特にこうなんか賞とかはもらってないけど、俺の中ではもうかなりこうベスト3ぐらいに入るぐらいなんかこう成長ぶりが見れてて、すごいいい試合というか。前回のこう動かなかった部分が全部動いてたというか、うんうんうん、なんかそんな感じがしてすごいいい試合でした。本当にありがとうございます。ごめんね、応援してくれたのにみんなで勝てなくて本当にごめんねいや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 、うん、それだけねもう悔しくて悔しくてね、試合後にもう悔しかったっすね本当に。なんかこうすごい DM もらったりとか、すごいこうやって応援してくれる人がたくさんいたんで、なんかみんなで喜ばせてあげたかったなと思ってて、そう、それができなかったのが本当にね残念だなっていう感想ですね。いや僕もマイク・タイソンがすごい好きで、かっこいいよね、はい、で、うん、ピーカーブーをこう直樹兄さんが背でかいじゃないですか、うん、それを選択したのはすごいいいチョイスだなと思ったし、うん、それにやっぱチャレンジするアドさんのこう姿勢も僕はすごい好きですね、それはそれで、うん、古いスタイルだから本当はね今やってる人なんかいないんだけどね、うん、あれってね攻略されたスタイルだからあれねタイソンの身体能力が高いからあのスタイルってできたのよ本当は。あそうだけどまあ絵的に面白いかなとか思ってうん、うん、そうトライしようかなと。ぶっちゃけなんか和道さんが前回なんかこう上半身が動かれてなかったんで、うんうん、そうだね硬かったね。できんのかなと思ったけど、うん、でもこう、うん、腰がすごい柔らかくなってたんで、うん、いっぱい練習したああそうなんだやっぱり、うん、本当お疲れ様でした、うん、ありがとう。今後ともよろしくお願いします、はい。はい、あでもあとはさ、うん、もう一個言ってことがあって。あ全然全然、はい、どうしました、はい、うん、僕実は僕前回も手頃、うん、選手としてではなくて、うん、ある形で参加してたんですよ。え前回もっと今回もはい、もう前回、まあ、今回はちょっとあれですけど、前回は実は会場の中で便所太郎の入場曲および開会宣言の後に流れてた曲あったじゃないですか、便所太郎の曲で。どんなやつだろう。便所太郎の入場曲です。トゥトゥテレテレってやつじゃないよね。あれは公式テーマ。どれだろう。うん。LINE で送ったらわかりますかね。送ってほしい。うん。はい。うん。それを作ってるの？はい、それを僕作って。はいはいはい。でこう PV とかも作ってこう便所太郎のこう企画とか合わせてなんかこうはいはい、そういうのができるんだ、はい、映像制作と音を作ることが。へえ、そうですね。でそれでこうなんかやったんですけど、うん、みんな捨て頃バブルみたいなのあったじゃないですかやっぱりこう、うん、一番こうどれがこういっぱい閲覧増えたりとか、うん、で俺何もなくてみんなあんのに俺なんもねえんだなと思って。やっぱね選手だけだよあるのは。ですよねうん、映らないとねリスナーさんわかんないから、裏方はねそんなもんだよ。段階塾も俺そんな感じじゃんお前やってんのみたいななるほどなるほど、うん、どこで放送やってんの？ふわっち？ふわっちです、はい。今どこら辺にいんの？ちょっと待って。いやもう、うん、最強に数で一番下ですね僕。一番下何人見てんの？いやもう2人しかいないですよ。もう今度もないし。もう和田さん見ないで、ごめん見ないで。ちょっと待って、2人はきついね。いやでも俺放送は別になんかかそっててもいいなと思ってて。そうなんだ。放送自体はそんなあれなんだ、伸ばそうって感じじゃないんだ。うんうん。そうですね。音楽の方が僕は命かけてるんで。なるほどなるほど。ミュージックが本ちゃんの映像じゃなくて。そうですね。ミュージック、まあライブよく。こうよくしてたんで、はい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 、そこでよく活動したんですけど。パートは何なの？楽器のパートはボーカルギターですね。ボーカルギターなんだ。ギターを教えてよ今度。いやそんなわかんないですよ。だって俺あれじゃん、だってパワーコードやっと覚えたぐらいのレベルだから絶対うまいから。こうちゃんの方がどこ？東京なのこうちゃん？東京です。嘘。ペンタ行こうよ。ペンタスタジオ入ろうよ。ペンタ新宿のペンタ24だから、俺新宿によく入るんだけど、はい、新宿近い？よくライブもしますしよく遊びに行きます。マジでそんな遠くなかったら今度入ろうよ、はい、ぜひ、はい、ぜひぜひ誘っていい？ちなみにペンタに僕の友達が働いてました。そこで。そうなんだ。へえ、はい、だから練習もよくしました僕。はいはいはい。今度入ろう入ろう、はい、うん、そうですね、うん、ぜひぜひ。これさ、電話切り終わった後、はい、YouTube キャプって流したりしていいの？むしろしてほしいっす。で、これ便所太郎の曲前回作ったんですけど、で今回実はこれが一番伝えたかったんですけど、今回捨て頃のテーマ曲、ひいて応援曲として拳で語れっていうこう、捨て頃のなんですなんかこうテーマ曲みたいなの作って、はい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 、でそれをツイートしたらベンジョトラが前回僕が送った曲を知ってたんで、光の速さでリツイートしてくれて、はい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 、和人こうちゃんが作ってくれましたって言ってくれて、ああはいはい、拡散してくれたんだ。オッケー、それ見るよ、はい、今みんなで、うん、それ見てほしいんですよ。オッケーオッケー、分かった、オッケーオッケー、はい、今キャプってみんなで見るね。うん、はい、お願いします。じゃあ今ちょっとこれはベンジョトラの曲なんで一回僕の曲も、あ、そうだね、そっちの方を先に見たい、そっちの方キャプりたいから、そっちの URL 欲しいかもです。はいはい、で、これちょっとなんか売名みたいな形でちょっとあれなんですけど、 iTunes で今販売できて、販売してんのこれはい、あ、動画の説明欄でこれ販売できるんだ。 OKOK、 じゃあもうだから買えと。あ、違います、もしよかったら和藤さんにはおめでとうって言ってほしいです。了解です、いいっす。じゃあありがとうございます。 iTunes すごいね、リリースおめでとうございます。ありがとうございます。じゃあ今から聞いてみるね。はい、お願いします。うん、失礼します。今後ともよろしくお願いします。はい、失礼します。ほうほう。じゃあ見てみようか。ちょっと待ってね。YouTube。こうちゃんの曲ですね。なんて読むんだろう。わがみこうちゃんなのかな。みんな OK？ 準備 OK？ わがみこうちゃん、見えてる？これ。こうちゃんの曲で iTunes で発売してるみたいです。聞いてみましょう。和人こうちゃんの拳で語れです。かっこいい。サビ良くない？このさ、これさ、入場曲とかでかけたらさ、なんかさ、みんなで捨て頃ってこれいいよね。テーマソングみたいな感じでさ、オープニングの時とかさ、ここのサビの部分いいよね。捨て頃捨て頃って入ってるから。ね、思わない？サビ、サビの部分？ここ。ここいいよね。ここいいよね。ここいいよね。ねえ、これ絶対盛り上がるよね。こうちゃんの、和人こうちゃんの曲で拳で語れでした。YouTube にアップされてます。拳で語れね。和人こうちゃんの拳で語れ。ぜひ聴いてください。ね、いいじゃんね。ステゴラーってね、拳で語れ、リングで語れ。ねえ。ぜひ皆さん、ねえ、YouTube で聴いてくださいね。で、気に入ったらダウンロードしてください。iTunes で発売してますので。ハイボールさんお疲れ様です。どうもどうも。なんかね、こういう風にみんなで参加するのが配信のね、参加しまくって、みんなで作ってく捨て頃って感じでね、いいよね。やっぱ配信の醍醐味だよ。リスナーさんと配信者たちが一丸となってみんなで作ってくんだよ。で、いい曲じゃんね。いいじゃないですか。ただまあ PV に俺の V 使われてなかったけどね。あれと俺もう前回から応援してましたよって言われてたけど PV には俺の画像は使われてなかったですね。金バエさんが映ってましたね。和藤さんもろ売名になってすいません。あ、全然いいよ、全然いいよ。うん。とんでもない、とんでもない。絡みましょう、絡みましょう。ちょっと、それは納得いかないかな、ちょっと。PV には使われなかったっていうので。はい。僕、全然 PV 出たいんで、次回は誘ってください。素材はいくらでも提供しますんで。はい。いいんだよ、50人じゃ、50人の閲覧じゃ売名にならないよ。むしろ売名は大歓迎ですよ。みんなでね、シェアしてこう。いい情報は何でも悩み相談でもいいし、売名でも大歓迎だよ。宣伝し合ってこう、お互いに。逆にね、こうちゃんの2名のリスナーさんにね、あ、和道ってこういう人なんだって知っていただけたんで嬉しいですよ。お互いに話していきましょう。最近ギター触ってねえな。ギター触ると閲覧落ちるんだよな。歌いたい、すごい。ギターも弦張り替えてね、ネックも調整してるからギターのポジションバッチリなんだけど。一曲歌ったらダメ？一曲。閲覧落ちる？歌ったらダメっすか？歌ったら僕も一曲。仮面ライダーが良かったね、入場曲。じゃあ、あれ間に合わなかったんだよ、仮面ライダー。さあ、閲覧どこまで落ちるかな。日本引き分けだ。おい、最強の人間いらっしゃい。お、すごいね。っていうか日本強くね、最近。なんかサッカー知らないけど、なんか日本絶好調だよね今年。誰の解説枠だったか忘れ、あの入場曲らしくていいんだよね。いいよね。いや、普通にいいと思うよ俺、こうちゃんの曲。入場曲っぽいよね。みんなで「ステゴロー」って叫べるイベント曲っぽい。お疲れ、マリンちゃんいらっしゃい。アメジンの曲で言われてた。アメジンの枠でまだ新しい弦だから安定しないね。ありがとうマリン、花火ありがとう、サンキュー。ありがとう、花火ありがとう。何歌おうか。何がいいかな。ますます応援してくれるのありがとう。あああああああ。何歌う？コード。こんばんは、ペコペコランド。こんばんは。ロッキンっていうか1曲なんか歌いたいなと思って。スピッツ？ワン。アスファルトに刻む足を遠く見しめるたびに